巨人、横川海さん2軍降格、阿部監督のコメント。阿部監督は横川の2軍降格について、それだけ層が厚くなったってことと話し、横川には別に悪いところは全くないよって、だけどチームの編成上で2軍に行ってくれと言った。誰かずっこけたらすぐにスパンって入れるように2軍でしっかり調整してほしいし、ちゃんと見ておくからなってと声をかけたことを明かした。先発調整試練かな。状況を理解してもらうのは大事。自責ゼロで落とされるんだからな。横川はグリフィンの代役として2軍で先発調整じゃないかな。横川は先発で試してほしい。横川は中継ぎよりやっぱ先発よね。横川選手には成長の機会と捉えてほしいね。ちゃんと横川選手が評価されててよかった。開幕には1軍にいるでしょう。理由をはっきり示された上で2軍に行ったら、やってやろうって気持ちになりそう。途中からローテーション入りだって期待できる。チャンスが来た時に存分に力を発揮できるよう準備しておいて。グリフィンが再調整必要そうで、左の先発足りなくなるから横川普通にチャンスもらえそうな気はする。横川順調なら外国人安賀のより優先して先発させてほしい。なんかかわいそうやけど、それだけ層が厚いってことやな。層が厚くてみんな中継ぎ回ってる。西舘の他にもまたぎ、田中千春、直江、堀田とかも。阿部監督が予想以上にしっかりしてるのがわかる。横川に監督がちゃんと説明したのは良いね。こういうことをしっかり言葉にしてくれると選手もモチベ保ちやすいやろな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。